ついに来てしまった、ニューイヤー2019年ピックアップショーが日替わり、葛飾北斎のピックアップ召喚日、推しサバの一人である葛飾北斎の宝具をあげんがために、今日まで石を貯め続けた、まあ、1ヶ月ぐらいだけど引いていくしかないぞ。130連はまあできるということで、まず予備符から溶かしていこう。あ、予備符かね。ああ、予備符の調査なんか1回前回がね、最後の最後で、本当に最後の最後の余裕、ということが大事なんですよ。予備符とか足んないと、あ、ほんで、あ、あれですね。予備符ですね、今日。予備符、お茶飲みしていこう。これあれだよね。あの、霊装も、ちょうど1年前のやつが、そう、今、マーリンと、アルトリアのが出たけど、まあ、霊装も復刻されていると。霊装復刻されているのはわかるけど、今年の霊装は出るんだろうか、出ないよね、多分。もしもし、あの、今、ほら、重要そうだ。まあ、300個最初に1体ければ、まあ、いいのかなと思ってるんで、まあ、今回ここ300個最初に1体がいいとさ、1万円で言うのは試していただきたいところならどうなんでしょう、非常にそんなことあと思うんで、あんまり期待をせすぎると、まあ、期待にそぐわない結果になった時のダメージがでかいのってか、いつもダメージを負ってるんで、藤尾の動画を撮ると。300個貯めるの結構ね、放置してるとすぐ貯まるんで、案外すぐ貯まったなって感じですね。半年も放っとけば1000個ぐらい貯まるんじゃないか。そんな貯まらんか。終わってしまった。さあ10連の方行きましょう。渋いね。100連回すのも久しぶりなんですが、 FGO のガシャ動画出すときも最近だいたい100連ぐらいはしてんのかな。がっつり回す動画しか出さないんで、 FGO は FGO だけね見てるよって方は多分いないと思うんですけどさあマナプリズムが溜まっていきますよ。なんだったっけな、名前が全然思い出せない。めっちゃ好きなんだけどな。あの霊装のイラスト。なんだったかな。まあいいわ。思い出せないから自分スキップいいっすか。自分スキップいいっすか。まあ、最初の10連はこんなもんだと。はい、星5霊装が、あ、1枚出ましたね。召喚と。さあ、30個解けるの一瞬だな。昔、スキップ鏡とかの、おっと、これ突然、おっと、これ、とつれ、おっと、あ、朝日エミヤさん、多分君、宝具号になってるぞ、僕のカルデアでは。おっと、これ絶対もうとつったな、このレッソ。去年も引いてるんでね、北斎の時に。それなりにあのレッソ持ってると思うんで、とつりましたかね。さあ、朝日エミヤ引き当てて、ここら辺で引いておきたい。出ない。厳しい。いや、北斎マジで可愛いんだよな。スケブ持ってる、あの、ほら、あったじゃん。あれ、いつの時だっけ。あれもなんか、何周年記念の放送の時に公開された、あの、北斎のイラスト、マジで可愛かったんだよな。って言ってるうちにもう40連が終わるんだが、おい厳しいなぁ。これまた、今年はね、あの、村正が来ると思って、まあ、貯めた、北斎のためじゃなくて、実はというと、そんなことを考えているから、北斎が、おっと、エレナさん、エレナママ、来てくれないのかもしれないけど、まあ、実はね、村正、あれ？俺、このエレナ持ってなかったんだ。嘘。マジ？あれ？あ、水着か、俺が持ってんの。待って、あと140連、あと40連しかできないじゃないか。厳しい。おーっと、ナポレオン待て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 、なんだナポレオン、マジなるほどね。まあでも星5引けたから、収穫はあったんじゃないでしょうか。ナポレオン、熱い男、可能性の男、虹を放つ男、勝利をもたらすためにやってきた人類の英雄だ。なるほどね。さあ、あと30連。葛飾北斎、来てくれないか？頼むぞ。そう、あの、村正をね、回ってたで、来ると思うでしょ。いや、だってさ、FGO2 部で終わるっつってたから、あ、今年来るな、とも確信してたんだよな。
おっと待て、ほんと渋いぞ。ちょっと待ってくれ、頼む。おい、ちょっと待って、優が誰じゃねえよ。おい、ちょっと待って。おー、やばい、これは。ラスト10連なんだが。300個溶かして、来ないとか。ちょっと、心の中では期待してたんだけども。来てくれないんだろうか。桜の特製弁当。せめて、ホーグ2にはしたかったな。アーチャー。まあ、ナポレオン来たから多少はねって感じだな。まあ村正来るとしたらこれからのロストベルトどこら辺できそうなんだろうな。ちょっと覚えてないけど、あの6のさ、円卓ではあれが来るでしょ、名前が出てこねえけど。村正な、やべえ、これ今何回目だ ?5 ぐらいか、これ。サーバン2。大きいんだ!キャスター、孔明?孔明さん?孔明。収穫は十分です。孔明宝具にありがとうございます。まあ十分かな。300溶かして星5、孔明とナポレオンだったら、いいんじゃなかろうか。うん、まあ、満足とはいかないけど。まあ、そこまで傷は深くなかったということでね、またコツコツと石を貯めていこうかなと思います。また北斎ピックアップは1年後だと思うんでね、それまで北斎の宝具上げはまあまあ 6、8月ぐらいの何周年記念のやつでクラス別また限定入りのやつが来てくれたらエクストラ引いて、まあ俺はシャーロック・ホームズだったんだけど今年は、あ、去年か、まあ、そこでね、北斎の方が上げれることを、うん、願って引くとしますわ。まあ今回はそれなりの収穫はあったんで、よかったです。はい、ということで、星5はナポレオンと孔明、星4はアザシエミアとエレナ・ブラバツキーでした。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。